はい、こんばんは。こんばんは。今日は山形のタイソンことダディ君をお迎えしております。ダディです。ということで、今日は何をお話ししてもらうかというと、はい、ダディ君が某少年刑務所に行った時に、はい、ASF やってたじゃないですか。あ、やってました。はい、その ASF の話をしてほしいなと。懲罰房の ASF ですか、それとも工場の ASF ですか。工場内の ASF です。あ、工場内の、まあ、何工場の。溶接工場ですね。溶接工場、はい。じゃあ、ダディ君は全く溶接の作業はせずに、まるっきり ASF のみで、工場出役から出所までずっと、まあ2週間ぐらいは溶接っていうか、その溶接する前の段階でこうなんかヤスリで研いだりとかして、工場内の ASF が一人、出所するもんで、はい、誰かいないかってことで自分が、はい、抜擢されたと。はい、あ、だよな、急に出役して急に ASF だったらもうびっちりかかるもんな。うん、うん、まあ、ということで、一通り朝からの仕事の内容なんか教えていただけると。朝は、まあ工場内に入ったら、タオル、うん、洗濯して干したり、うん、まあみんなの下着とか、うん、下着ももう全部。あ、洗濯工場じゃなくて ASF がやるんですね。洗ったものを持ってきたのを畳んで、うん、はい、畳んで、うん、手紙配ったりとか、うん、看守、うん、から言われたことをやってました。うん、あ、やめろとか。いや、それはない。ピーでピーって。ということで、じゃあまずちょっと気になったんですけど、はい、洗濯物を、まあ、配ったり回収したりする上で、はい、なんか苦労とかありましたか。一人、よく、うん、パンツにうんこをつけるやつがいて、あ、いわゆる味噌パンってやつですね。そう、いわゆる、まあ、べっとりつけてきたやつがいて。あ、乾物。乾物で。で、その乾物のパンツにうんこがついてるんで、うん、それ一緒の洗濯できないんですよ。ああ、うんこついてる人は別に、別の紙袋に入れて。ああ、なるほど。はい。まあ、その時自分も工場内でちょっと幅利かせてたもんで、うん、おい、お前と、うん、これなんだと、お前毎回クソつけてんじゃねえぞと、うん、でみんなにこう、うん、まだこいつクソつけてると、うん、パンツこう、ほら、お前またやっただろうと。それいじめじゃないですか。晒し物にしてたってことですか。やめてくださいダディさんなんて、うん、うるせえこのデブっつって。あ、太ってたんだ。デブで、うん、でそいつも風呂に入ると、うん、ちょうどドリルなんで、あ、股間が先っぽの、うん、キノコがですね。そう、うん、タケノコなんで、うん、タケノコの里、うん、お前まだションベンつけてんじゃねえだろうなって言って、うんうん、まあ、あ、前も後ろもなんだ。前は黄色で後ろは茶色なんだ。やっぱドリルだと、うん、そのなんつうの、尿漏れっていうか全部取れないっていう。でその方は異常になまってまして、うん、まあ自分も人のこと言えないんですけど、うん、俺たちもだいぶなまってますからね。まあ工場内でも安全十訓って安全のために 10項目言うやつありますよね。うん、まあ宮城刑務所の分類だったら、いつも元気で朗らかに互いに仲良く協力しってやつですね。うん、あれは、うん、その方がこうなまってて緊張してるもんで言えないんです。うんうん、あだって毎回なるんで、うん、親父からちょっとまた緊張しないでもう一回ゆっくり言えって言って、うんうん、まあいつも元気にほがらかにだったら、うん、いてもももももああとかってずっともうこの状態で仕事にならないもんで。ああ、順番回ってくんのそれは。そう、一人一人 ASF とか計算工は別として、うん、他のみんなはそれやるみたいな感じで。ああ、作業してる受刑者で回すってこと。回すってこと。なるほど。いつもそいつの場になると仕事が遅くなるもんで、うん、いい加減しろよと、うん、お前はもう言うなと、うん、親父から言われて、うん、次に食事のお世話なんかは。食事はやっぱり自分らが配ってやってました。うん、ちょっと聞きたいんですけど、はい、自分が、はい、あるやつに飛んで、はい、でその次の工場に行った時にもう飛んだ相手の仲間だらけの工場に行ってすごい肩身の狭い思いをしたことがあって、はい、その時にいた
ASF が、まあ、いわゆる工場長だったんですけど、うん、その時にあのめちゃくちゃご飯でびっちりかかったんですよ、うん、あの例えばカレーだったらジャガイモ一切れしか入れてもらえないとか、そういうことはしてました ASF してました自分の漬け盛りしたりしてました、うん、あのカレー の, あ の, この器の中にあの、うん、あのうじらのだけあの衛生と計算工でやるんですけど、うん、3人で、うん、うじらのだけ、うん、あの肉を下の方に隠してこう、あ見えないようにしたり、うん、でまあうちらもあの自分も20代全般だったんで、うん、まあ楽器だったんで、うん、まあ頭にくるやつの、うん、カレーの中に、うん、自分の手を入れてぐるぐるしたりとかとんでもねえな俺を怒らすなともう不衛生な ASF だな俺らを怒らすなと、うん、で肉も全然入れなかったりとか、あうちらの時はあの具だけ全部配って、うん、その時点で検食があって、その後汁を入れてさらに検食があったんですよ。あうちらは、うん、もう親父が、うん、計算工と衛生工に全部任せてもうガッチだったんですよ。あガッチなんだ、うん、なんで、やっぱり他のところだとティッシュが、うん、自分たちで買ったりとか、うん、全部しなくちゃいけないんですけど、うん、うちらはあの工場から全部普通のティッシュを、あ上チリ上チリを、うん、うちらはもう隠すこともなく全部入れてガバッと、特権なんですね。なんでやっぱり周りはうちらを崇めるっていうか、なんか持ち上げるっていうか、まあ、結構 ASF はどこでもペコペコされますから、 ASF だったり水上は。あそう、うん、あそうかもしれないですね。うん、なんか自分で思い出深いエピソードなんかあれば最後に。うん、自分行ったのがやっぱり北海道なもんで、うん、いきなり寒くて、うん、冬になると工場年がもう仕事してる時はもう溶接なんであったかいんですけど、うんうん、1日経つと、うん、工場服っていうか、うん、作業着が凍ってるんです。パリ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 になって、うんうん、でそのパリパリの状態で着なくちゃいけないもんで、めちゃくちゃ寒いっていう、うん、あれ ASF は何、同じ作業着、同じ作業着なんですけど、うん、向こう作業する人はマスク、うん、保護眼鏡、ヘルメット、うん、うちらはただの帽子とマスク、うんだったんで楽だったの。あなるほど。ダディ君は出席から出所まで割と高待遇で出所できたってことですね。ということでこういうお話をちょっとシリーズ化、前もやってたんですけど、うん、またちょっと再開したいなと思ってるんですけども、うん、まあ、次はもう私が某刑務所に行って、うん、図書計算工場に出席したと、まあ、そのお話をしたいなと思いますので、うん、まあ、自分より中身の濃い話だと思います。うあちなみに仮釈何品でしたか？4品です。あ、4品もらえるんですね。うん、いや、自分は3品だと思ったんですけど、全然4品でした。うん、いや、うちら行ったとこなんかもう10品とかが普通ですからね。ああ、うん、そんな感じ。うん。まあ、10品だと単純に10年の懲役だったら1年の仮釈ってことなんですけど、まあ、自分ら行ったとこはもう10品、12品とかもう普通でしたね。どんなに無事故でも。ムジラはムジコだったら4品必ず、うんうんうん、ということでまた次回お付き合いお願いします。ダディさんお願いします。ということで今日は以上です。あ、ありがとうございました。満期上等なんで解釈でした